ただきます。乾杯な、はい、乾杯。乾杯。シャキンシャキンシャキンで流しちゃうんだけど、シャキンシャキンシャキン。乾杯で。あ、だから海賊が。なんかあフェンシングかサーベルの試合で。流しそうやな。いただきます。はいはいはい、乾杯なのな。飲むな、おめでとうございました。日が沈んで横向いたら、横場所終わった、まだ。夕焼けが出なかったね。うん、やっぱり森の水中だけあって、水の味が強いね。こういうとこ同じだと、これは会社。武器屋だね。武器屋だな。あ、武器屋だ。ここんかじゃない。さっきやってる。こいつやろうがよ。そいつやろう。あ、ね、チオド。これ、薩摩酒造じゃ知らん。なんだ、これは何て聞いたっけ。本坊酒造って。あ、本坊酒造じゃない。違うわ。酒造じゃない。本坊じゃん。本坊は何作ってたっけ。そうかな。本坊は何個作ってるかな。何や、ないうどん。まだないうどんも出さない。結構来るよ。で、こうやって向くんだよ。おー。しまった、橋が行っとったってな。そのままここで木がない。バスチ切ってこある。ここで作りに行って。切るんじゃない。ここで押さえてるわけだから。か、川が曲がって、この川がいっぱい。あ、うん、たたたたたたた。あ、もらったんですか。一緒いただきます。塩でね、最高やな、これ最高や。うん、まずんまか、まずんまか。いただきます。まずんまか、塩はいらん。これだけさ、お前は浜でよ、うん、こんなに5年生は無駄に行くのもあったなあ、まずいもん。うん、味付けはいらん。ジューシーやからね。ジューシー、もうやかんばかわずいやけど、ほら、うん、もうずっとあちゃっと、うん、初めてやこへんかぶりついてみたとは。ごて焼きならあるよ。ああ、やんな。いや、この味に何ももつけてらんと、こうしてた肉の味やないな。うん、肉の味。最初みんな元気あるけど、肉食っとったって肉の味やったらどう思う。で、恐竜と同じ肉やったやん。ああ、うん、鶏肉。うん、うん、いや、初め人間気あるとさ、こういう食っとったじゃん。じゃろか。まあ、おらんけどよ、恐竜と。こっちとかったら骨つけたやん。マンモスやった、マンモスやった。骨がこうなっちゃった。憧れてたよな、昼寝しのつもりでよ、やめいったたったってよ、晩飯じゃねえ。おじのシャイムになるから。いや、あの声が晩飯。晩飯も。早いんじゃ、ほら。鶏肉はでここで来た方がよかったのによ。うんうんうん。こういうの食ったとこ早いんじゃ。こういうの。こういうのまだよかったよ、まだ。よかんでやった。ちょうどよかったと。こういうもっちゃんも買ったからね。で、それで見せたよ、なんかよりな。あ、じゃあ、で、あなたないか、その、仕込んじゃっといないのかいもな、で。信用せんもんでしたもんね。いや、で、あれやってみらんな、ほら、信用せんだよ。現実、こう、ちょっとこれ撮ってみるかな。ほら、こういうな感じね。よく燃えて。これは、よかな。こう、キャンプに本丸だわ、一本持ってきゃよ。おいしいよな。そんなんか見立てはここに石を植えとったわけ。うん、石ころを置いて。そうなんで、なんか別こう。で、この肉は初めくた。な、初めくた。肉を。ほら、我が家ほら、ほら、ここってあれや。明日一票なんかもな。明日一票なんかもね、で、さがぶっちゃって。なんなん、俺で、ほんまや、馬で、わいかんとね、ちょっとあれや。わいかんとね。毎日前にちょうどしとってよ。わさまごまで一貫度でしょうかなかったまあ、うまんとけに無理だよ。一貫うまんかったりすりゃやれ言うんだよ。いや、どうももちろんかもよ。わいが食べるんじゃっとじゃねえか。持っていいんだよ。いや、生まれて初めてや、こんな肉。うまっ。なんで店でこれ取ったはんだったのか。ん、
こう広いとな口に出してな、うん、もうだいたい切ってはらあーそうかそうかお前も炒めとったな、うん、鉄板でこういうのこういうのこうやってなお前変なをこういうこうやってはいどうぞっつって、うん、海賊焼きうんうんうんおいおかな、うん、正月になうんどこ食べたいやいやうませんな似合ってる似合ってるないってほらいやいやいや似合ってるうませんなこれ一気にもんなってさ道の駅に行くんだよ道の駅だってこういう声すらほらもうな声であんだなあの苗の木やって味がちょこだっと落ちてようんうんそげんたヒノキはやっぱりヒノキの香りがするんだからうんうんなんとで言えばなんてさ年がたっかりなるんだなちこやくあるべなんで成分がね長焼きの成分が出てたどこ1本1000円やねうん、うん、1000円ばっかかどこがあるとかうん、1000円は1000円うん焼いて一応手間陣で、あの3倍上げで終わるのかな3倍じゃ足らんと1000円で、やっぱり持ってないあ、そうか1000円、2000円やね2000円海賊焼きじゃなかったら海やって山やってな、木こり焼き入ってみる木こり焼きもう一度、あ、いや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 早くはすりゃよかった、待ちと早くはすりゃよかったこれ、肉をこれだけにして、焼いて食べる気うん今思えば、まあ、あの、ムカゴが取れんでよかったムカゴが取れんでムカゴを焼いて、もう終わりやっただとかムカゴが取れんやってよムカゴがちゃっとんなかったり、やばいもう、こんな声聞くかなね、僕は褒めてきたんかったね、うん、紐を持ってきたからね赤紐をだあのほら目印に気に切りつくとるのもで次回かなと思ってねでもお金しば行きとってよさあ山の中ではあるんだよ今度はちっきあげべきゃまだついお前ぐらいだもんなこの後なないかな今度は牛肉やろか牛でこういうことだったけどな君の方も僕はおらんと山の中におったらですよああ山の中な野生の牛がまあこういうの実験をしたかったんだよな実際はね、まあ、こういうのうまくいったな、うん、あいや嘘じゃなかったってことじゃ、うん、YouTube で見たら、うん、男こういうなってことだないやっせやっぱりねわーで千味と出会い信じがたかったよこの前から浜で捨てただを一気燃えとくれっせ焚き火やったんだからな、うん、深く気がならなかったしうん見たらかったわやっぱり真ん中からギューッと気ができるようにここ端っこは残ってほらじゃちょっとこれアップデートしてみるかはいこの今スウェーデン統治の仕組みなこれはまあ知ってる人は知ってるでしょうけどねこういう感じでねまあ元は丸だなこうや元は丸太あ丸太にこうやって切り込みを入れるわけな上までずっと切り込みを入れると、まあ、ここを風が抜けるそして上にこう煙突ストーブかああいうのが原理やろなそしてこう上に火をつけるとだんだん上から下にこう燃えていくでいい仕組みやなこれなでここに、まあ、こうやって石を置いてねこう網を置くと焼き物が出てくる素晴らしいじゃありませんか、今、ね、でこんな振ったか嫌いを食えん旅館で火がついてほら、うん、